どうも、霊夢です。どうもマリサだぜ。ということで今回は2月に開催される箱イベント、レオニードとモアモアジャンプのストーリーを振り返っていくわよ。前回のストーリーではラストで次の展開を匂わせるようなセリフが残されていたから、どちらのユニットも次の開催が楽しみで仕方なかったぜ。モモジャンでは新メンバーといっても差し支えないサブキャラの活躍、レオニでは結成から3年間存在しなかったアレの決定に期待できるわね。サブキャラは大好きだからどんどん活躍してほしいぜ。この動画にはレオニ、モモジャンの最新キーストーリーまでの内容が含まれているから、まだ読んでいない人は今までのストーリーを読んでおいてほしいわね。この動画を見た後にみんなのストーリー予想もコメントで教えてくれだぜ。それではまずレオニードから振り返っていくわよ。前回は小学生時代のシホについてのストーリーが語られたがめちゃくちゃ可愛かったぜ。シホちゃんがベースに目覚めるきっかけとなった物語ね。ついに事務所所属を果たして本格的にプロとして活動を開始する前に、改めてレオニードの目標を問われることになったんだけど、シホちゃんとホナミちゃんだけは個人的な目標というのが定まっていなかったのよね。前回シホは過去を語っていくうちに、これから自分がどんな音楽を届けたいのかを決めることができたんだよな。それが前回までのあらすじね。あと今後の目標が決まっていないのはホナミちゃんだけ。ホナミも必ず見つけると言っていたから、これが次回のストーリーに繋がっていくだろうぜ。そんなわけで次回はホナミちゃんバナーでの開催を激推ししています。さらにホナミちゃんバナーを匂わせる要因がもう一つあるわね。イベストのラストで神道さんが残していたセリフだよな。ああいう意味深な終わり方をしてくれると次回の開催が本当に楽しみになるから大好きだぜ。その神道さんが残していたセリフがこちらね。そろそろリーダーを決めてもらわないとな。これから何があっても、倒れずに進んでいけるように、バンドの柱になるような奴を。ならやはり、彼女しかいないだろうな。レオニードのリーダー、なんだかんだ決まっていそうで決まっていなかったよな。神道さんもやはり彼女しかいないと、誰がリーダーにふさわしいかは確信していることがわかるわね。その人物こそが望月ほなみちゃん。ほなみは特に神道さんから評価されているよな。やはり前回ほなみバナー、リトルブレイバーズでの活躍が大きかったぜ。大人相手にもかかわらず単価を切ったことで、あの子はバンドの要になるとまで言われていたわね。あの時のほなみは史上最高にかっこよかったぜ。そんな出来事があったから神道さんの中でほなみの株が爆上がりしただろうな。おそらく次回のイベントはレオニードリーダー決定に向けて動き出す展開が待っているだろうから、その中でほなみちゃんがリーダーにふさわしいと神道さんから提案されるかもしれないわね。リーダーを決めてくださいって言われてもほなみが自分から立候補するイメージはあまり湧かないな。リーダーに推薦されたほなみがどんな回答を出すのかも見どころだぜ。ほなみちゃん自身現状プロになった後の目標が決まっていないから、そんな自分がリーダーにふさわしいのか?と思い悩んでしまう展開があるかもしれないわね。ほなみはこれまで何度もメンバーを陰で支えてきた実績が多いよな。強気に自分たちの主張をぶつける根性もすごいが、常にメンバーに気配りができているという点でも十分リーダーとしての素質は備わっているだろうぜ。今までの神道さんの発言や行動からほなみちゃん以外の人物が推薦されるとは考えにくいけど、今後のレオニードの活動にリーダーという存在がどのように活躍していくかも楽しみね。それじゃあ次はモアモアジャンプを振り返っていくわよ。モモジャンは現在ドームライブを目標としていて、ファンを獲得するためにテレビ出演含め、積極的に仕事を引き受けているんだよな。新旧以降はこれまで以上に仕事を受けれるようにするために、みのりちゃんとはるかちゃんは単位制に移籍し、学校の時間に縛られることなく活動に臨めるようになったわね。その代わり自己責任で勉強時間とかは確保しないといけないから両立がかなり大変になるだろうぜ。スケジュールの調整、イベントをするなら会場の確保、考えることは山積みだけどそんな時に大きな助っ人となるのが、サブキャラの斉藤彩香ちゃんね。いつもお世話になっております。第一章からモモジャンが開催するイベントのスタッフとしてお手伝いしてくれているわ。前回の箱イベではそんな彩香がバナーで雫と共演したんだよな。彩香ちゃんはモモジャンの中でも雫ちゃん推しだからこれはまさに夢の共演だったわね。そんなわけで前回のモモジャンイベで最も進展があったのは、この斉藤ちゃんが正式にモモジャンのマネージャーとしてこれからサポートしてくれることね。今まではファンの一人としてお手伝いしてくれていたのが、これからは仕事として本格的にモモジャンを支えてくれることになるんだな。あれだけの有能キャラだからきっと給与面も好待遇だろうぜ。マネージャーになるまでの過程で彩香ちゃんの家庭事情なんかも深掘りされていたけど、彩香ちゃんのご家族も夢を応援してくれてとても感動的だったわね。斉藤家の感動的なシーンはぜひとも真冬のお母さんにも読んでもらいたいと思ったぜ。
あのストーリーには真冬ママも涙腺崩壊してしっかりと娘に医者への道を歩ませそうね。ということでこれからはほぼ新メンバーと言っても過言ではないほどに彩香ちゃんの活躍が期待できるわ。桃ちゃんの仕事が増えるほど彩香の仕事量も比例して増えていくからな。今後の桃ちゃんの箱イベでは毎回のように登場してくるだろうぜ。そしてこのイベストのラストでは次回のストーリーにつながるセリフが愛理ちゃんの口から語られたわね。だから賃貸だったら実現できるんじゃないかしら。練習場や会議室、動画撮影に編集まで、私たちの活動に必要な全てを包括するモアモアジャンプの拠点、名付けてモアモアハウスの創設を。もモアモアハウス。こんなストーリーの終わり方されたら早く続き読みたくなりますって。この愛理ちゃんの提案はモモジェンが活動していく上で問題視されている課題の一つ、会議室や練習場を手配する手間を解消することにあるわね。これからは彩香が会議室を手配するっていう選択肢もあるが、その度にメンバー全員のスケジュールをチェックするより、いっそのこと常に会議室として使える環境を自分たちで保持しておくだけで相当な負担を減らせるってわけだな。しかも愛理ちゃんが借りようとしているのは会議室だけでなく、練習場や動画撮影、これには生配信もできるスペースも含まれていそうね。それらもモジェンが活動するために必要な全てを包括する拠点。これらを考慮して借りるとなれば結構な規模のオフィスになりそうだわ。多分モモジェンならたくさん仕事も受けてきたから金銭面ではあまり困らなそうだが、次回はモモジェンの拠点、モアモアハウスの完成までが語られるってわけだな。モアモアハウスというネーミングといい、なぜこうも愛理の提案はここまでワクワク感を与えてくれるんだ。モモジェンの拠点となるモアモアハウス、どれだけ最高な環境が整ったオフィスに完成するか楽しみね。そんなわけで次回のモモジェンイベのバナーキャラについて話していくわよ。最初は愛理の口からモアモアハウスが提案された時は、次回は愛理バナーで確定かと思ったがどうだろうか。ストーリー面から考えると言い出しっぺの愛理ちゃんが一番活躍しそうだし可能性はあるわね。だけど周期的に考えるとやはりはるかちゃんも濃厚ね。はるかバナーの箱イベが最後に開催されたのはあの日の夢の、彼方向こうへ、もう1年と2ヶ月以上も経つんだな。オフィスを借りる上で交渉することはたくさんあるだろうから、交渉術が得意そうなはるかちゃん、または愛理ちゃん、どちらがバナーになっても面白いストーリー展開に期待できそうね。そういえば桐谷さん、バレンタインイベントで期間限定が登場したばっかなので回収しきれません。短期間での星4実装は運営からの試練ね。ということで今回はレオニとモモジェンのストーリーを振り返ってきました。モモジェンはモアモアハウスの創設、レオニはリーダーの決定と楽しみな要素が多すぎるぜ。みんなのストーリー予想、バナー予想もコメント欄で教えてください。この動画がいいと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。